はい、こんにちは、スワクテルと申します。今回はですね、ブラックマジシャンのデッキ紹介動画となります。久しぶりに組んでみましたね。ブラックマジシャン、バスターブレイダー、ブルーアイスと、僕が今所持してるデッキ、すげえアニメキャラファンファンデッキですよね。ファンデッキって言っていいのか分かんないけど、いやでもぶっちゃけこれら今実戦レベルにまで到達してるので、いい環境なんじゃないと心の中で思ってます、かなり。はい、早速紹介していきましょう。ブラックマジシャン3枚、マジシャンオブブラックイリュージョン1枚、見習い魔術、幻想の見習い魔導士が1枚、魔導士だよね、魔導士が1枚で、マジシャンズロッド3枚、ハルルラ3枚、増殖する G 3枚、雪うさぎ1枚、以上です。次に魔法カード、黒の魔導陣3枚、イリュージョンマジック1枚、ナリキンゴブリン3枚、墓穴の指名者が3枚、黒魔術の継承1枚、ティマイオスの目1枚、スケープゴート2枚、魔法以上です。次トラップ、永遠の魂3枚、マジシャンのナビゲート3枚、神の通告2枚、神の警告が、はい、以上です。次にエクストラ、幻想の黒魔導士1枚、スターシップギャラクシートマホーク1枚、セキュアガードナー1枚、リンクストマイダー3枚、セキュリティドラゴン1枚、魔王聖杯カグライブ1枚、トロイミアゴブリン1枚、サモンソーサル1枚、スカルデッド1枚、トロイミアゴブリングリフォン1枚、ファイオールドラゴン1枚、バレルロードドラゴン1枚、竜騎士ブラックマジシャンが1枚、以上です。じゃあ説明していきましょう。もうこの辺はいいですね。見習いのデスシー、はい。で、マジシャンズロッド3枚、コンビな。モンスターは言うことねえな。特に言うことないな。何も言うことないですね。で、魔法カード、黒の魔導陣も3枚。ちょっとこの辺、宿にしたい。マジで宿にしたい。すいません。ここ宿にしてないのは僕の怠慢です。で、イリュージョンマジック1枚。前までは2枚にしていました。正直な話、これあると、安定度が段違いですね。やっぱこれあると安定度じゃない、段違い。ブラックマジシャンがないという以上、これは必須じゃないかなと思ってたんですけど、まあ3枚多いかなと思ってて2枚にしてたんですけどね。ちょっといろんな入れたいカードを入れてる、考えてみると1枚になりました。でも欲しいな。これは欲しいっすね。すごい欲しいっすね。で、ナリキンゴブリンは3枚。このデッキだと黒魔術の継承といった魔法カードがないと話にならない。やっぱキーパーツが聞いてこないと意味ないんで、ナリキンは3枚です。事故りませんしね。で、墓穴の示しは3枚。もうこれも確定です。ブルーアイズと同じく、これ、うららがきつすぎる。ほんときつい。うらら、うさぎ、いや、もう、うららよりうさぎがきついです。打ちどころ満載なので、黒の魔導陣に打たれる、永遠の魂に打たれる、当然他のモンスターに打たれる。特にですね、マジシャンズロッドに適当に打たれるだけで一回積んだことがありました。ああ、いいでしょ、マジック打てへん、みたいな。なので、なんとしてでもハンドイヤーズを止めなきゃなりません。G は最悪なんとかなったりするんですよ。G はね、止まることができるんで、魔法トラップカードが多いからね。だけど、うららうさぎはどうしようもないんで、皆さん全力で止めてください。で、黒魔術の継承も、これも多いと事故るんで1枚にしています。で、ティマイオスの目。竜騎士ブラックマジシャンを出すようですが、これもちょっとファン心理かな。ファン心理かな。普通だったらここ、イリュージョンマジックもう1枚にしてます。でも出したかったんです。あざかさんからの誕生日なんで、リュークシブラックマンシャンは。何としても出したかったんで。で、スケープゴート、これ2枚ですね。相手ターン中に出すことが多いブラックマンシャンと相性が悪いんじゃないかって言うんですけど、やっぱキーパーツを引き込んでくると勝てるんですよ。バー揃うと勝てるんですけど、揃わない間どうしようもないんで、まあ罠やハンド誘発で止めつつ、相手ターン中にスケープゴートっていうのは結構強いかなと思います。で、口述しますけれども、ギャラクシートマホークからの展開札と、展開に使うカードとスケープゴートのカードは結構噛み合ってるんで、結構何使うカードが一緒なんで、まあこれも相性がいいかなと思います。エクストラを一時圧迫しないんで。はい。で、A の魂が3枚。これ見に、マジシャンズの右の3枚。はい。神がこの4種類になりました。宣告が2枚返ってきたなって言うんですけど、宣告がちょっと重い。やはりそれよりかは安定のハンドウェアツ止める通告の方がいいし、まあ警告の方が神の宣告よりかはやっぱし強いんじゃないかなと思いますけどね。で、神の宣告の方がね、止めたいカードいっぱいあるんですよ。ツインツイスターしかり、羽暴起しかりなんだりね。まあそれでもやっぱしな。ライフコストは厳しい、ほんと厳しいんで、神の警告にしてます。で、クソ、幻想の黒魔導士、まあこれは抜けないですね。これはもう確定で入れなきゃならない。で、ギャラクシートマホーク、まあ結構有名になってきたんですけども、ギャラクシートマホークからの展開が、強いっちゃ強いし、エクストラ余りがちなこのデッキだと、噛み合ってるかなと思って。で、ギャラクシードマホークからの展開はこんな感じです。
で、ギャラクシートマホークからそれをやる、まあ、といってもね、ギャラクシートマホークをやるには、ブラックマジシャンが2枚揃えなければならないので、大抵の場合2ターン目、3ターン目以降なんですよ。で、そこになってきたらもう勝ちの目が見えてるんで、ややオーバーキルかなと思うことはあるんですけどね。だけど、まあ、使ってみて思うんですけども、変にエクシーズとかするよりかは、ぶっちゃけブラックマジシャンとかでビートしたり、魔法トラップを使ってビートした方が強いので、だから、大量にエクストラ使うこの、何このパーツ、ギャラクシートマークのからの展開のパーツを入れてみました。うん。ここから先はほとんどで、セギアガードナーとか、リンクスパイダー、セキュリティドラゴン、イブ、トロイメア、ゴブリン、サモン操作です、ね。スカルデッドは、まあ、能動的にブラックマジシャンを SS できるという意味で入れています。4ドローにこだわるんじゃなくて、もうスケーブボード1枚から出せるっていうんで。で、ブラックマジシャン SS すれば28になったり、プラス、黒魔導陣の発動条件もやるので、相性がいいんじゃないかなと思います。で、グリフォン、ファイオール、バレルロードも一緒ですね。バレルロードも特には、まあ、ほとんど出すとしたらスケーブボードからなんですけど、どうしても打点が足りなかったり、相手に、例えば、魔王ディアボロスとか、相手のバレルロードドラゴンとかをどうにかするカードが今のところこのデッキほとんどないので、対象を取れない除外とか打点が少なかったりするし。で、どうしてもやばい時に入れます。で、リュウキシブラックマジシャンと。出せる時は結構熱いかなと思うんですけどね。まあ、コンセプトはやはり、一刻も早くキーパスとバーを整えることです。で、それを、場を整えたら一瞬で決めに行くために他の守るカードハンド油圧とかで、それをその間にスケープボードとかで粘ったり罠で粘ったりするっていうのが主にですね。で、マジシャンズロッドから何をサーチするのかは人によって違うんですけどね。黒の魔導陣から、まあ黒の魔導陣のマジシャンズロッドある時は黒の魔導陣から動かしましょう。それはもう絶対確定です。はい、以上になります。ブラックマジシャンの、デッキ紹介動画でした。なかなかね、全然毛並み違うんでね。僕の使ってるデッキ、他のデッキと全然違うので、新鮮な趣でこれを操る。で、これが飽きたら他のっていうから、無限ループできるね。デッキの。はい、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。